ちょっとユニークな門脇誠選手の練習法ということでですね、皆さん面白いから見てください。この動きめちゃめちゃ体が柔らかいですね。すごいです。こんな結構浮いてますもんね。ほらピヨーンってピヨーン、すごい、もう体が柔らかすぎてですね、見て後ろの選手やろうと思うけど全然できてない、全然やれてません。門脇選手の真似なんかできてませんね。そして見て、芋虫前進ということで、まるで芋虫のような動きをして、こうやって動いてみたり、ムカデのような動きをして、このようにトレーニングをしています。非常にね、このトレーニングも効果があってやってると思います。アニマルトレーニング、非常に面白いですけどもね、この動き、なかなか真似できないんですけど、素人目から見ると本当に効果があるのかと、わかりませんがね、去年の成績が2割6分ぐらいでしたので、今年はですね、ぜひ2割8分ぐらいで、できたら3割ぐらい成績を上げて、このトレーニングの効果があったことを証明してください。頑張れ、門脇誠。